亀田光輝のグローブ小さかったのは速攻指摘して、みんな本当だ本当だって言ってたよ。むしろ広げた側の一人だわ。速攻気づいたわ。あれはひどかったね。俺それ慣れちゃったもん。こんな卑怯な試合見らんねえよ。あれはひどかったね。聞くぜ、ほんとに。あんなの許されねえや。逆だろ、もしやるとしたら。グローブが小さければ小さいほど有利だと思ってください。もちろん。クッションが小さくなるから、打撃が有効的になるでしょ。で、小さければ小さいほど隙間に入るから。だから6オンスが一番有利。相手に16オンスつけさせて、アンパンマンみたいな、こんなグローブつけさせて、こんなのダウンなんか絶対ないから。こんなでかいので。拳の大きさこれよ。これだよ。これ。ありえなくない？相手にこんなのつけさせて、これが16オンスね。こんなんで倒れると思う？うん。そう、リバーブローとかも有効になるし。ありえねえよ。汚ねえよ、やり方が。俺はひどいと思ったよ、あれを見たとき。で、今度ガードのヘッドギアはこんなでかいのつけさせたの。練習用のやつなの。亀田光輝は絶対怪我しないようなこんなやつなの。相手開いてるから。要は、全く逆のことやってんの。相手を怪我せないために、亀田はでっかいのをね、相手につけさせるべきなのに、自分だけガードがモフモフのヘッドガードつけて、拳は小さいのつけて。で、相手にモフモフのグローブ渡して、ガードが空いてるヘッドギアつけさせる。逆だよ。お前世界チャンピオンがやることかよ。そんなこと。くだらねえ。ひどいよね。マジで引いてるから俺。いやー、世界チャンピオンがやることかなって本気で思ったよ。本気で思った。もう考えられねえよ。マジで。マジで考えられねえ。ドン引きですよ、ドン引き。闇は深いね、本当に。ホストに、いや、まあ今日スパーリングやったんだけど、好評だったよ。今日のスパーは好評だったよ、すごく。見る？朝の人だから見てないかな？みんな見てない？もしよかったら今日のスパー流すよ。見たかったら。今日やったスパーリングのは結構好評でしたね。むしろあんな亀田のクソ試合より全然見応えあると思うよ。見てない？見てない人が多かったら流すよ。みんな見飽きたって言うんだったら嫌だけど。見る？警察行く枠じゃなくて、スパーリングね、今日の。じゃあ流そうか。ちょっと待って。見えるかな？ちょっと待ってね。設定します。セッティングするんでちょっと待ってください。
映ってるかな？ OK？ OK ですか？いきまーす。足は開きますよ。当てもうと思う。こう、こう。じゃあそれ、はい、グローブって外して、はい、グローブつけててもいいですか？あ、いいですよ。あ、もし当たっちゃったら嫌なんで。じゃあ、お願いします。ここ3分。はい。これあれだよ、マススパーリングだから顔面当ててないよ、竹さん。これマスね、見たらわかるけど、これマスです。変わったよね、動きね。全然動き変わったよね。フットワーク軽くなったよな。初めて2ヶ月ですね。ちなみにスポーツの経験すらないです。クソニードから2ヶ月ですね。おお、これはこれパンチもありますね。おいしょ。どう？だいぶ変わったでしょ？だいぶ変わったと思わない？もう試合楽しみでしょ、なってきたよ、自分で。自分で気づかなかったけど、強くなったね、実際、うん。そうそう、2ヶ月、全くのズブの素人。うん、いけるね。ガードが低かったけどね。いや、結構褒められました。2ヶ月でよくここまで動けるなって言われて。そう。もう何年もやってたら才能ないと思うけど、2ヶ月にしては筋いいぞって本当に。カウンターもらっちゃうんだけどね、この後。思いっきりもらうけどね。この後ね。テルチャンピン。あ、おお。すいません。お願いします。おお。ボストンだ。おお。ちょっと。おお。これがカウンターか。バキバキバキっつった。マジでカウンターやばいね。首の骨バキバキ言ったもん。腕抜かなくてもこの威力出るんですよ。そうなんですよ。もう合わせだけ軽くチョンプ。はい、チョンプ。バキバキ言いましたもん。危ねえ、カウンター。思いっきり入ったね。振り抜いてないくて合わせただけなんだけど、思いっきりもらった、これ。
これ振り向かれてたら気絶だよ。失神してたよ。超危ねえ。皆さんも、歩いてる時とか、普段生活してる時にカウンターには気をつけてください。ま、合わせられたね、綺麗に。テーブル席、うん、ああ、そういうことね。まともに入ったよ。これ振り抜かれてたらほんと記憶飛んでたと思う。脳やられてたよ。あとね、大会まで1ヶ月なんで、もう肉体改造までは時間ないですよ。今減量してます。背中ヒットマッスルつけると威力上がりますよね。あと、ダメージも吸収できるし。だいぶ良くなったんじゃないの？最初の頃に比べたらね。この人は地下格闘技25戦やってる人だから、まあ、ファイターですね。簡単に言ったら。地下格闘技25戦で半分ぐらい勝ってる人で、ずっと格闘技やってた人だから、素人ではないんじゃん。4年ぐらいやってるから。教えてもらってんのよ。この人の方が強いからね。手抜いてくれてるだけだから、そこは勘違いしないでね。うん。あ、もし当たっちゃったら嫌なんで。アイワード2、おお、サムネ変えたんだ。関係なく一定だけど、ルールが変わって、公表したからやっと言えるんだけど、全員3万円もらえるの。全員3万。結構出してるでしょ？司会とかも全員フラットでっていうことで、俺はそれで、あ、気前いいなと思ってたの。3万円でね。頑張ってるっていうか、便所さん男気だなと思って。そしたら、ここ最近なんだけど、リスナーさんで勝った方に賞金渡したいっていう人が現れて、勝っても、試合に勝った方だけさらにプラスギャラが出ます。で、全試合の中で MVP を取るとさらにもらえるっていう賞金がつきました、最近。地下格闘技っていうのは、簡単に言うと素人が誰でも参加できる格闘技ですね。素人の格闘技。うん、あ、知ってるよ。知ってるっつうか、今見てるよ、リスナー。うなちゃんマンコでしょ、うん、挨拶しに来たよ。ミラーさせてって。礼儀が正しいからいいよって。面白くしろよって言った。そういう配信はいいよ。全然。面白おかしくしてくれんなら。笑い取れねえんだったらやめろって言うけど。うん、笑ってくれるならいい。俺、いいよ。アウトサイダーとかそうだね。地下格の。地下格闘技いろんな種類があるのよ。団体があるっていうか。うん、アウトサイダーが一番有名だね。いやー、全然変わったでしょ、ジャグさん。全然変わったよね、この2ヶ月で。あんだけ、だってさ、もう、ことあるごとに7回ダウンとかされてたんだよ、俺。それがさ、ダウンもらわなくなったし、一発にマスとはいえ戦えるようになったかんね。うん。見せられるようになったよ。やっぱ何事も3ヶ月頃に結果が現れるんだね。筋トレと走り込みと練習3ヶ月、2ヶ月目ぐらいか。うん。そうっすね。本当に3分3ラウンドルールなんすよ。地獄っすよ、本当。最初の頃本当に1ラウンドでゲロ吐いてましたね。うん。ギャラアップだね。いや、事故が起こらない限り勝てると思うっていうか、俺は多分、テルチャンピ死ぬと思うよ。これ何割ぐらいの力でやってると思う？俺の動き見て。みんなの、ちょっと予想を知りたい。何割ぐらいで動いてると思う？これ。俺、相手ももちろん手抜いてんだけど、俺が何割ぐらいの力でやってるか。スピードとパワー。ちょっと吐いてみて。何割ぐらいか。みんなの予想。法的な問題起きない。もう死んでも文句言わないって言ってる。スポーツだから。
これ何パーセントに見える今日の動き。これ持ってなくて 60% で動いてんの。持ってなくて 60% もいかないかな。多分ね、ほんと5割ぐらいだと思ってもらっていい。55% ぐらいか。これ全然マスだから、40とか50とかなんだよ。だから青山ほんと死ぬよ。うん、10% もないよ。もうちょい上げてるピッチ。うん、だから寸止めに近いのよ。蹴りも当ててるだけなの。これ本当に振り抜けるのね。うん、だパンチも当たってないでしょ、一発も。お互い、これマススパーだからパンチも当たらないようにお互い打ってるの。蹴りはちゃんと入れてるけど、それでも蹴りもなんつうの、 50% ぐらいの力で当ててるだけなのね。これ本気のスピードで本気のパワーで 100%120% でいくんだよ。青山死ぬぞ本当に。多分ね、あの達彦さんはね、ほんと 30% ぐらい、 25%30% ぐらいで、あの落としてくれてるけど、うん、そうっすね、まだ体幹弱いっすね僕は。もっともっとトレーニングしたいと。でももっとひどかったんですよ昔は。最初の、一番最初のスパーリングなんかもう本当にひどかったよ。これに練習なしで行くんだもん。勇気あるよね。練習とかも結構ハードなの今日やったよ。結構ハードだったよ。辛かったよ。キャラ目当てじゃないよ、うん、足グネイルがなくなったもんね、だんだんね。練習も見てみる一応。練習も結構ハードだったぜ、うん、練習きつかったな今日の。マジできつかった今日の。あ、そうですね、はい、僕いつも4分で測って、はい、で大体目で見ながら、あ、10秒前だっていうか、ベヘリットいいじゃん。バレーにはそれ固定しなよ。そのサムネすげえいいよ、はい、ベヘリットいいと思う。赤サムネは目立つから覚えやすい。バレーにはもうサムネ変えないで、それでいこうよ。いやー、やりすげえこれ。めちゃめちゃいいよ。かっけえ。本革すか。今日の練習、ちなみにさっきのスパーリング40分ぐらい、あの、運動しまくりまくって、あのパフォーマンスだからね。それ覚えといて。40分練習してからだよ。っていうか、握らないもん。ジャグはそれでいいと思う。ジャグはそれでいいよ。うん、今日の練習40分間も超追い込まれたから、練習の方がきつかったわ。みんなに笑われたけど。で、大体、ここの円のこの幅とこの幅がフレームが入る。わかりました。この辺、前の方に行ってはいいんですけど、はい、そこの端とここの端ぐらいが超きつかったよ。引きますか。お願いします。まあ練習の方きついのは当たり前ですけど、素人の人わかんないで言うから、なんか練習しててもヘタレガとかさ、すごい言うのよ。絶対勝つよ。うん、膝からで、はい、腰をこう、はい、うん、絶対勝つよ。そうです。初期の頃全然違うよね。な、練習は裏切らない。コメントさんはどつ、うん、うん、うん、全然違うもんね、動きが。
これきついんだよ。ずーっとさせられんの、蹴りを。超きついよ、これ。ミドル。本当にミドルで死ぬかと思ったもん。まあ、蹴りは褒められるね。蹴りはいいぞーって。声出してるってことはきつくなってきてるからね。お、難しいっすね。難しいっすね、ほんと。なんつうの、体幹っていうかね、やっぱね、体重をどこにかけてとかね、うまいんだよ。パワーだけじゃないんだよね。インパクト、スピードインパクトで体重の乗せ方なんだよね。やっぱ素人だもんね、蹴り方が。今日初めてこれミドル打ったんですけど。むずい。もうこれをずっとさせられたからね。超汗出たよ。もうファイター尊敬するわ、マジで。へばってきた、へばってきた。おはよう、ウィンさん。いや、もうね、全部が、呼吸が苦しかったね、今日のは。肺に息が入らない感じっていうか。うん、もう、息を吸わせてっていう。攻撃してる時って、呼吸できないんですよ。だからずっとこうやって追い込まれてって。無呼吸ですよ、無呼吸。本当に。やっぱプロってすげえな。パンパンパンっていくもんね。えいえいえいって。もうへばってるのがわかるもんね。投げきついよな。地味な練習ほどきついよ。ちょっと長くない？ OK です。お願いします。きつい。これを4ラウンドくらいやらない。4ラウンドじゃないよ、これ結構7ラウンド。7ラウンドずっとこれやってたんだよ。もうそれであのスパーだかんね。7ラウンドずっとだよこれ。もう死ぬぜ、本当に。今日はゲロ吐くと思った。本当に。本気で今日はゲロ吐くと思ったもん。教え方うまい、東京先輩。もう蹴れてないでしょ。もうずーっとこれだよ。もうね、ほんとね、死ぬんじゃないかっていうね。汗が滝のように出たもんな。足上がんなくなってくるしさ。ゲロ道になるとこだったよ、本当に。いや、でも、みんなトレーニング教えるのうまいって褒めてた。追い込ませてて。うん、水飲んでたよ。水なんか、ペットボトル3本、4本ぐらい飲んだよ。2時間の練習で。もう全部汗に変わっちゃって。いくら飲んでも水分足んねえんだもん。超、超ハードだった。これ、旗から見てる方がこんなの辛くねえよって思うぞ。もう、辛い辛い。辛いよ。2リットル差し入れちょうだい。まあ身長関係ないですからね、強いやつは。ワンツーだいぶ良くなった言われる。うん、ワンツーだいぶ良くなったってみんなに言われる。様になってきてるって、うん、だいぶ褒められるようになって、褒められるって嬉しいな、やっぱ。チャンピオン3分は持つだろうね。うん。俺よりスタミナはあるよ。ただまあ、戦うスタミナとは違うけど、走るのは全然余裕だったよ。俺より早く走って、全然持ってたよ。この前やったけど。まあ、こういう練習をずっとやってましたね、今日は。
ひたすらずっと。ここを蹴ればいい。眉毛より褒められたんだよ結構。初彦さんの体飛ばせるぐらいにはなってるから、多分単品だったら飛ぶんじゃないのこれ。前蹴りは昔から得意なんだよね。前蹴りめっちゃ褒められた。うん、ああ、やらないっす。もちろん、自分の、マックスの前日とか前々日に体の調子見てペース配分は考えます。試合の組み立てはもうプラン決まってるんで。もちろん、スタッフさん、ありがとう。ヒカル君もついてこれないと思うよ。あのね、コメントでやっぱやってる人はわかるよね。ヒカル君が座り。ただディスるだけじゃなくて、あ、アドバイスが的確だなって。やってる人の、対戦者はサッカーが得意で、もう、要は、もうちょっと手合わせしたんだけど、パンチ当たんなかった。目と反射神経とスタミナがすごいの、スピードとか。格闘技は素人だけど、喧嘩慣れしてるね。喧嘩何回も配信でやってて、みんな強いって言ってるから。だから、自信あるんだよ、多分。和道になんか負けねえよっていう。ヤンキーでしょ、要は。前蹴りは昔から得意なんだよね。技が増えてきた。技が。いや、多分分かってないですね。分かってないと思う。全く別物だからね。多分ね、パンチで倒さないと思う。それは試合楽しみにしてて。俺はパンチ、実はパンチで仕留めに行かないから。後ろ前蹴りやってないですよ。後ろ前蹴りなんてやってないですよ。いや、俺は体重100キロまで上げようとしてたんだけど、ね、相手が58キロで、俺が多分今回70まで絞るけど、今78キロだから20キロ差だね、今。だから体重落として相手のスピードに攪乱されないようにする。それでも12キロぐらい差が出るだろうね。ん？違うか。そうだ、12キロ差が出るだろうね。若い頃のところの、青いやつでしょ。投げは使わないって。いや、相手の足壊します。キックなんで。相手の足壊します。身長変わんないんだけど、ガリガリだからな、あいつ。まあ、ウェイトとかやって、結構体重くしたんで。飯も食いまくって。試合盛り上げますよ。3分間みっちりやって、最後ボッコボコにするんで。そこは考えてるんで大丈夫ですよ。ただ勝つだけじゃなくて MVP 取るんで。でも音だいぶ良くなったね。パスパス言わなくなったもんね。ボンって言うもんね。ボンって、面白いですね。面白いですね。たけさんは何やってんすか。ちなみに俺はボクサーだと思うんだよね。多分ね、キックなしだと思う。タケさんのコメント見てる限りは。予想ね。タケさん何やってんだろう。OK、します。優しくっつうか、俺は相手殺しますよ。舐めたことやってたら。やっぱ肘って威力ありますね。威力やばいっすね、これ。これは本当に顔に当たったりしたらもう、石ばっかりっすね。これはいいね。まあ、こう言ってるんで、はい、ったら人間の反射神経こう上なの、そう、OK です。銃剣道なんだ、へぇ、はい、いいっすね。これは死ぬまで絶対します。これは危ない、これは
切れるんで。はい。上から。はい。はい。はい。やっぱり肘って威力ありますね。威力やばいっす。やばいっすね、これ、はい。これは本当に顔に当たったりしたらもう一瞬ばっかりっすね。これはいいです。まあこう言ってるんで。はい。え、クワッツさんって、そうなんだ、自衛隊出身なんだ、知らなかった。銃剣道は多分自衛隊だろうね、あんな特殊な技術教えないもんね、銃剣道。下手れ打撃と左銃剣道、いや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 、俺はファイターっていうか、もうどんな格闘技やってる人も尊敬しますから、毎日辛い練習してて、うん。攻撃のバリエーション、ね、肘が入るような距離に入ってきたらバカだよ、相手は。はい、うん。だって、肘なんか当たったら死ぬかんね、本当に。うん。島さん、スパーリング、後で流しますよ。ミドルって言われると、はい、トラウマが。スパー流しますよ。トゥーさんいらっしゃい。はい。はい。あと1分。あとみんな YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。YouTube。力入れてるんで今。はい、スタッフ君。はい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 。あと20日しかないかんね、練習期間。まあこんな感じですね。まあこんな感じです。うん。あらね、あ、つながった。足はね、旅先で教えてもらったんですよ。コブラさんいらっしゃい。だからね、戦い方、バリエーションかなり増えたよ。前はね、ワンツーしか打てなくて、特にジャブしか打てなかったんだけど。全然。うわ、ギビンですね、やっぱり。そう。戦いのパターン増えたから面白くなったと思うよ。見応えあると思うよ。はい、うん。試合では、いや、ウェア買いますよ。もしよかったら花火で、道具代とか応援してください。お金かかるんで。ウェア買いたいんで。もしよかったら花火で応援してください。無駄にはしないんで、いい試合見せるんで。いや、テルちゃん、テルチャンピンですね。テルチャンピン。あ、そうですね。膝からサッカーキックのようにインパクト出せって言われてるんで。もともとは見切りって言って、当てるのを避けるっていう。はい。さあ、最初ゆっくりテンポ上げてる感じで。はい。おさちゃんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。真面目に練習してますよ。勝ちますよ。勝つために鍛えてきたんで。あ、そうっすね。素足っすよ。普段。スパーリング行きますか。スパーリング何分かな。そうですね。勝ったら花火一発ずつご祝儀ください。勝ったら花火お願いしますよ。みんな一発ずつ1000円くれよ。価値のある試合するんで。みんながよかったよっていう試合するんでお願いしますよ。勝ったら一発だけでいいんで、みんなから一発ずつ欲しい。ファンタスティックしません。
ありがとう。ありがとね。最近売り上げ悪いからさ。困っちゃってんだよ。今、4万円もいってない。3万ちょいだもん。10日で3万きついぜ。食えねえよ。格闘技はね、みんなコメントとかね、見てはくれるんだけど、花火投げづらいみたいで、全然花火上がんない。もう超苦しい、今。うん、アウトサイダー見たことないですね、僕は。アウトサイダー全然わかんない。絶対負けるって言われてたのにね、バドなんか絶対負けるって本当にみんな言ってたよね。最初2ヶ月前3ヶ月前ぐらいは、和道なんか勝てるわけないじゃんって、あんな運動したことないデブがあって、あんな弱っちいのがさってみんな言ってたよね。青山絶対勝ったわって、賞金もらったなってみんなに言われてたもんな。悔しくて悔しくて。よいしょよいしょ。バカにされてさ、悔しかったな。今じゃ逆だもんな。絶対勝つよって言われてんだもん。本当、本当生放送のコメントって適当なコメントばっかりだよな。本当みんな適当だよね。これ、ますね、うん、寒かった時期からトレーニング。うん、一番誰よりも早くやってたよ。うん。懐かしいね。もう寒い中走り込んでたもんね。懐かしいよ。一人でバカみたいに走ってたよ。俺ファイターじゃないんだよ。一番狭いやつって言われました。雑談配信者よ。アウトローでもないし。逃げればなしっていう。うん。行きますか。でもまあ練習はやっぱり練習やったら、練習はやったらさ、身になりますよ。マウスピースどこだ。あ、カバンの。あ、一回3分、もう一回。努力は裏切らないね、うん。それが証明できたらいいよ。うん、努力してるやつが勝つっていう。練習したやつが勝つっていう。ただそれだけ証明できれば俺はそれでいい。どんなに弱いやつでも練習したらね、そこそこなるっつうかさ。それでいいじゃん。ヘッドギアなしです。試合はヘッドギアなしの16オンス肘膝サポーターのレガース金的ですね。金玉ガード。おー、これがカウンターか。まあ16オンスなんでちょっときついっすよね、倒すのは。カウンターもろもらいましたね。振り抜かれてたら気絶してました。これは確実に気絶してた。これは首がバキバキっつって星が飛んだんで。16オンス、まあしょうがないっすよ。本当の格闘家の試合じゃなくて見せ物なんで、配信者の殴り合いなんで、そこはまあ選手からも8オンスに変えてくれって言ってるんですけど、まあ怪我させるわけにいかないんでしょうがないんじゃないですか。それはしょうがないっすよ。
だから練習も16オンスで重たいんですよこれが。だから16オンスでこれ2ラウンド目だからさ、練習しないとねグローブ上がんなくなってくるんだよね、ほんとガードが。うん、これで KO 取れたらプロでも難しいと思うよ。効かないっす。相手が倒れたらうまくいいの、まあ超奇跡ですね、パンチで相手倒したら。プロでも難しいんだよ16オンスでダウンって。ヘビー級とかならまだ分かんないけどさ、まあ俺はダウン取りに行くけど。よし、聞こえないですね。聞こえないですね。まあこんな感じですね。お楽しみいただけたでしょうか。こんな感じです。まあまあ仕上がってきましたよ。まあ最初の頃に比べたら全然違うんじゃん。全然変わったんじゃないかな。どうなるかわかんないけどね。試合なんで。相手はね、サッカーずっとやってた24歳の若い子で、テルチャンピンっていう子ですね。この子ですね。外国人ボクサーみたいなね。俺の左隣にいる、和道の左隣にいる子がテルチャンピンっていう子ですね。まあ、反射神経いいっすよ。まあまあもう前評判では絶対ワドを負けるって言われてたんで悔しいんで絶対勝ちます。意地を見せます、意地を。僕もただ殴られるだけとか嫌なんで、いじめられっ子でね、そんなの嫌じゃないですか。僕も見せてやりたいです。僕にも応援してくれてるリスナーさんがいるんで、結果出したいですね。いやー怖いっすよ、怖いっすよ、正直怖いっすよ。運動したこともない、人殴ったこともない、人様の前で殺し合いしろってニートにさ、ふざけんじゃねえよっていう、殺す気かよって。だからもう殺されたくないんで必死に走り込んできましたね。素人の中では一番練習したんじゃないですか、僕は。もともと格闘技やってる以外の人だったら一番練習してんの僕だと思いますよ。おはようちゃむじろう、風船ありがとう、ありがとうね。食らったらなかなか効いてくるけどな。
顎の先端を、理論上ですよ、こんだけでかいグローブでまずパンチ力が効かないっていう問題じゃなくて、ボクシングの KO って8オンスだったらね、腫れてきたりとかあるけど、まずクッションがこんな感じなんですよ、腕と比較すると。これが普通の拳で、もう4倍ぐらいの大きさになるわけですよ。だからまずクッションがモフモフだから効かないっていう理論。あと顎の先端を捉えて脳震盪を起こさせるわけなんですけど、まずこのクッションが顎の先端捉えられるのか、この拳のこのピンポイントで、ここのピンポイントでこれで顎の先端をカッてかすらないといけないんですよ、スピード乗せて。まずそれができないと脳震盪は起こらない。だからこれが二つ目ですよね。で、今度三つ目、顎打てます？相手も同じのつけるんですよ。これで脳震盪を起こさせられます？これでどこに隙間があるのかっていう、これが16オンスが16オンス同士で、これで顎の先端これ捉えられることができるのかっていう、うん、だからまあこれで本当に取ったら超すごいって言われてますね。ピーカブースタイル。ピーカブースタイル。まあ、KO 見たいっすよね、みんなは。練習でも使わないって聞いた。練習でも10オンス、12オンス、14オンス、16オンスみたいな。アンパンマンっすよ。アンパンマン。うん、まあ、痛いっすよ、当たったら。痛いは痛いけど、うん、どうかなっていう。どうすか、うん、ヘッドギアなし、肘は、ガードがある、膝もある、レガースって言ってすねもある、うん、さて本当に倒れるんでしょうか、僕は疑問です。これで16オンスでもダウン取れるよ俺はって言ってる人は、俺は不可視だと思うね。格闘技やったことないとか、うん、もう妄想上、うん、それがもう、もしかしたらマイク・タイソンがコメント打ってるのかもしれないですね。僕はまあ確率的に16オンスでダウン俺は取れるって言ったら、ああ佐野智則さんですかってなるよね。どこの佐野智則さんでしょうかって。肘膝はクッションあっても逆にばっかり額割れると逆に思ってます。僕は肘膝に関して、膝、まあ、膝は使わないだろうけど、ふかしの16オンスさん。、うん、まあ厳しいでしょう、16オンスでダウン取るなんて。俺は狙いには行くけど、もちろん KO を見せてあげたいけど、もちろん見せてあげたいよ。だけど、じゃあ、できんのかっていうね。実際やってみてね。経験ない人だったら好きなこと言えるけどさ、俺ならできるって。うん。うん。まあ、怪我防止ですよね。まあ、今回の試合で KO を見せることができたら、まあ、ヒーローだろうね。俺は KO はドレさんぐらいしかないんじゃないのって思ってるから、うん、ヘビー級だしドレさんは。
まあ難しいよ。でもまあなんだろう、まあもちろん勝つっていうのを見せたいけど、俺が見せたいのは本当におっさんでもニートでも努力した人間は勝てるっていうところ、うん、俺はそういう風な感じに思ってる。俺はそういう風に思ってるよ。盛り上げて配信者として一皮向けたいと思ってて、あーこいつ生意気で嫌いだったけど頑張ったなって思ってもらえて、フォロワーさんが増えたら俺は勝ちだと思ってるから、ワド頑張ったなって、お前のこと嫌いだったけど今回から好きになったよって、努力っつうか計算した結果は答えてる。どういうことだろう、計算した結果、うん、計算では動いてないよ。もう本当に走り込んで強いやつが勝つと思ってるから、もう神様は強い方にだけ微笑むと思ってるよ。それでいいと思ってる。俺は神様じゃないから勝つか負けるかね、神様が決めることだけど、俺は相手を殺すことだけ考えるよ、リングの上では。神様はね、いるんじゃなくてあるんだよ、うん、神はあるよ。ふわっち花最初頃比べて数から大手まで花火が、いや俺はね減ってるんだよね、すごい減ってて困ってるんだよ今現時点で。3万ぐらいだから今月9万になっちゃうんだよ、本当に困ってる。うん、うん、俺は本当に殺そうと思ってる、うん、本当に殺される危険があるから。俺はね自分の弱さ知ってるから、殺されたくないから相手を殺すよ、悪いけど。少なくとも殺す気で、殺す気っていうか殺す気で向かうよ、うん、本当に気持ちでね、絶対殺してやるっていう、うん、だからもし相手が死んだらドクターが悪いかプロモーターが悪いと思ってほしい、ね、マッチメイクがおかしかったって。俺は知らないよ、責任持たないよ。俺という野獣をリングの上で解き放ったやつが悪い、ワドーというモンスターを。いやそのもうそのまんま行けます、タケさん、そのまんま行けます。僕はおはようにゃ。そのまんまの気持ちで行かせていただきます。おはよう、よしさん。おはよう。朝早いね。お腹もだいぶすっきりしましたよ。あんだけ出てた腹がね。だいぶスッキリしましたよ。もうちょいですね、原料絞り込みは。
はい。あ、俺は配信会史上、大事件を起こします。配信会史上に残る、神回、放送中に相手を殺してしまうという、合法的に合法的な、事故が起こります。はい、試合会場で起こるのは事故です。人が死ぬという。濃い味はどっち？応援ありがとう。もう金梅さんが今日始まったよね出ないって言い始めたよね。便所太郎さんかわいそうだよ本当に。みんな出ない出ないっつって、弱み握られてったんだ、おはようペイ、おはよう。まあ任せてよ三男坊さん、任せてよ。劉邦でデスマスさんおはよう。まあ見てて、俺がやってる、俺が一番分かってるから、難しさとか沸かせるよ会場ガスだって聞かないんだ、ストレスやばいだろうね。バンプアップっていうか、やりますよ。もちろん、ありとあらゆることをやっていきますよ。いや、確信に変わった。強くなった自信が、ヒカルくんとのスパーからあったの。あれって、強くなってるっていう。で、昨日、再確認できた。瞬殺はしない。来てるお客さん5000円払ってるの。ねえ、俺が瞬殺やったら7秒で相手倒しちゃうから。殴り殺すんで。9分間殴り続けるんで。はい、倒さないよ。最後の最後の30秒で、ボッコボコにするから。若造さんいらっしゃい。いやでもね、冗談抜きでみんな最近言い始めた。昨日スパーリングの動画今見てもらったんだけど、まあ見たかったらもう一回流すけど、みんなが言ってんのがガチのトーンだよ。青山大丈夫っすかねって、これガチのトーンでみんな言い始めたの。テルチャンピンマジで不安になってきました、大丈夫っすかねって。これ本当だから。三男坊スパーリング見る？じゃあ昨日の見たかったらもう一回流すよ。昨日のスパーリング見たい人いたら流すから。和道のイメージに体がついていかないから肉体改造。もう時間がないですね。これでもだいぶ変わったんですよ。もともとひょろひょろで筋肉も何もなくて贅肉だけだったの。見たい？ OK。 何回もループで申し訳ないけどね、リスナーさん入れ替わっていくもんだから、何回でも見て。理由は俺はパルパル指名したんだけど逃げたのね、パルパルが。だから、パルパルが俺とはやりたくねえっつって逃げたの。芋引いて。だから、青山が、和道とやるよって。だから友達かばったんだよね。プロの世界なんてそんな自分の実力分かってますよ。昨日の動きね、だいたい6割5割6割ぐらいの、5割6割ぐらいですね。まあ2ヶ月にしてはまあまあいいんじゃないですか。できること頑張って一生懸命やりましたね。ズブの素人から。パルパル大嫌いだね。俺のリスナーディスったから、あいつは。
いいでしょ、仕上がってきたでしょ。ちょっとガード低いけどね、俺の方が。もうちょいガード強制しないとさ。動き良くなってるよね。いや、あのガード下がってるの癖っすね、上げます。これは俺の癖です。相手はね、あの格闘家だからさ、地下格闘技25戦出てる人だから。青山は仲いいよ、めちゃめちゃ仲いいよ。よく一緒に飲むし遊ぶし、てか普通に友達なの。普通に友達なの。何発かあんねん。おお、これはこれでパンチもありますね。まあある程度見せられるようにはなってきたね。まだまだ弱いけどね。亀田の試合より盛り上がるんじゃないの。亀田の茶番より盛り上がったりしてな。あれマスピースとこだ。マウスピースどこだ。あ、カバンの。あ、一回3分、もう一回測り直してもらっていいですか。はい、プロではない。あの、達彦さんもアマチュアだけど、アマチュアでがっちり4年ぐらい地下格闘技出てる人だから。はい、プロではない。それで飯食ってるわけで。青山骨折れるだろうね、多分ね。まあ、鍛えてないのが悪い。そうっすね、マスやりまくりたいっすね、本当に。うん、まあこれでもカウンターもらっちゃって一発いいのもろ入ってるんで、うん、あ、いえいえ謝んないで、玉次郎いいんだよ。ああ出るんだ、わかんないけど、どうなんだろうね。いや俺は自分のことしかわかんないよ。出ないやつ、やる気がないやつは出なくていいと思ってるから。出たい人が出ればいいんだよ。あっ、おお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 おリスナーさんはみんなやれやれっつってんのにやらないんだから。俺は和道に勝てるよっつってんだから勝てるんだろ。あ、あれっすね、船浮かなくてもこの威力出るんですね。もう合わせだけ軽くちょん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 。そうそうそう、ヨシさんバーにいた人ずっと教えてくれてんの、俺に格闘技を。スパーリングもずっと買って出てくれて、何ヶ月も前から。で、久々1ヶ月ぶりぐらいにやるんですよこれ。いや、反射的にじゃないの、今のは。あの、釣ってたの。うん、若造さん、良くなってるでしょ、ちょっと。だって今日、何の格闘技やってるんですかとか、普通に言われたもん、初見さんに。やってねえよって、2ヶ月素人だよ、つって。2ヶ月にしてはすごいって言われたよ。うん、青山と友達か友達じゃないか分かんなくなってるよね。向こうは友達。分かんない。俺は友達だけど。
少しマシになったよね、セフィゾーさんね。まだまだ改良していかないといけないけど、マシにはなったよね。ドレさんも悪くねえなって言ってくれたよ、さっき。もう悪くねえなって。ホッスーより、まあ、よし、まあ、こんな感じでした。どうも。いや、どうだろうね。俺は別に彼がビッグマウスだろうが何だろうが何でもいいと思ってたよ。俺はただ彼の体が心配だよ。死なないのかなって、普通にね、死んでもいいのかなっていう。あ、いえいえ、見てくれてありがとう。うん、32歳ですね。もうすぐ32歳になる。で、運動一切やったことない。スポーツ一切やったことない。人を殴ったことない。うん、うん、32だね。うん、セフィゾーいくつの、うん、?30 歳超えてるんだったらまだ30だろうってわかるけどさ。え、まだ俺20代とか言われたら腹立つで。まあ、お前30知らねえだろ。いくつなの、セフィゾー。26かよ。お前30超えてみ、本当にびっくりするから。あ、4年後わかるよ。4年後、6年後とか。え、ワドこれで戦ってたのって。本当にわかるよ。カズおはよう。うん。え、タクさんの方が上なの、うん、死んだらキラコメどころないでしょ。殺人犯みたいに言われるでしょ、俺。今のうちに言っとくよ。死んでも責任取らないよ。死にたくなかったから50万払って辞退しろ、俺の試合。うん、死にたくなかったら辞退しろ。それしか方法ねえよ。もう諦めようって、和道に勝とうって諦めようって、みんなで。あの人無理だよって。アスペだもんって。空気読まないよって。本当に殺しに来るよって。あの人病気だよって。本当に体変わるよね、ヨシさんね。まず一番びっくりするのが傷、かすり傷とかつくじゃん。切り傷とか。で、一日で治るじゃん。次の日なくなるじゃん、かさぶたできて。俺ね、30超えたなって分かったのが、切り傷ができて、あ、こんなツバつけとけ治るよ、つって、一週間ぐらい治んなかったの。えぇ、つって。で、あざがぼっこり残って、これが30かって本当に気づいた。あとね、徹夜ができなくなるとか。うん、ありがとう、セフィゾーさん。そうだね。リングで殺してあげよう。治らないっすよね。睡眠の疲れとかも抜けなくなるし。30代でどっと変わった。びっくりする。本当に。びっくりするよ。あとね、30代に入って思うのが、人生の折り返しってここかって思うんだよね。もう人生ってあっという間だなって本当に気づくのが、それくらい。うん、あー、俺もう倍生きたら死ぬんだって。いろいろと考えるものがあるよ。20代の頃なんか永遠に人生が続くかのようなさ、ね、時間が無限にあったんだけどね。パワーどうですかね。うん、ね、医学が発達しても寿命には限界あるよ。俺は永遠の命なんかいらないと思ってるから。おいおいおい、75分喋って風船1個かよ。どうした最近は、ドーリスナー。景気悪いのみんな。マジかよ。
死、殺す気か俺を。配信業だぜ。頼むぜみんな。マジで。死んじゃうよ。健康年齢とは違う。寿命でもね、健康年齢でも。ありがとう、セフィゾー。風船ありがとう。死んじゃうよ。頼むよ。うわ、来た。ありがとう。ハート。シンさん、ハート20個ありがとう。うわ、助かるわ。ありがとうね。もう、やばいよ。本当に。バーガー5個ありがとう。70分でもう最近本当にひどい。アイテム全然飛ばないんだよ。マジで。結構やってるのに、結構いい放送もあるのに。きついぜ。なんなんだろう。今月景気悪いのかな、みんな。マジでやってけねえよ。日によるんじゃない。今月だからもう10日間で3万円だから、今月9万になっちゃうんだよ。やばいよ本当に。旅の資金貯めようと思ってんのに旅ができなくなっちゃうよ。家賃も払えねえよこのままじゃ。うわー、ありがとう。バレーにありがとう。いや、練習じゃないよ。俺はプロ配信者だよ。食ってかないと、うん、試合楽しみですけど、まあ初めての経験なんで。でも雑誌にさ、名前が載ったりとかさ、自分の顔写真が載ったりとか、嬉しいっすよ。すごくすごく嬉しい。もう人生初のことがいっぱい起こってるから、ありがたいよ。いや、閲覧はそんな前から変わってないし、どんどん増えてってんだよ、フォロワーさんも。でも花火が上がんなくなっちゃって。何があったんだろうなぁと思って。なかなかアイテム飛ばないんだよね。減量中だぜ。よしさん、パフェありがとう。うん、そうだね。いつか限界来るよね。レバーの苦しみ味わう頃にまたコメントする。うん。まあ4年5年かかるだろうね。4年5年かかるよ。リア凸の旅は。すげえ大変よ。ああ、ありがとう。恋味さん、花火ありがとう。助かるよ。ありがとう。ありがとう。みんなありがとう。支えていってください。もしよかったら。ぬるい配信してたらさ、いいけど。結構体張ってるぜ、最近。雑談もちゃんとやってるし。みんなありがとう。うん。まあそうだよ。やっぱり苦しい時は苦しいって言わないと。うん。みんな頼むよって。助けてよって。風船ありがとう、セフィゾ。風船ありがとう。みんながいないとさ、ただの何でもないんだから、配信者なんか。見てる人がいて、で、面白いよって言ってもらえて、で、初めてアイテムもらえるもんだからさ。ファイターに金を、グッファイと健闘を祈る。ありがとう。サンキュー。マジで厄介だな。頑張んないと。残りちょうど1ヶ月か。1ヶ月後リングの上か。閲覧どれくらい行くのかな。2万3万行ったらサーバーダウンするよね。同時閲覧2万3万いくだろうな、多分。
メンゾ太郎さんの枠、大荒れだよね。13万ぐらい。うん。まあ生活保護は別に俺だから高いとかないから。うん、生活保護は13万円ぐらい。基本的には家賃プラス8万っていうのが基本かな。家賃プラス8万って考えてもらえれば。どこの地域でもそれだと計算が合う。一人頭ね。家賃プラス8万円。ああ、ありがとう。カズありがとう。花火ありがとう。ありがとうね。アイテムありがとう。サンキュー。西尾がコラボした。西尾ってどこの配信者の人かな？西尾さん。ふわっち。元木王子様いらっしゃい。ここは6万かな？家賃。6万円。まあ、維持費でいろんなもんが飛んでくから、まあ、10万は稼がないとダメだよ。生活保護は日本国民であれば権利はあるよ。あの、所得が低い人ね。要は、一人で住んでて、13万以下の所得しかない、13万以下の所得しかない人は全員も本当はもらえるんだよ。制度を知らない人が多いだけでさ。西尾さんってどこの配信者だろう？誰？西尾さん。今やってる？うん。ぜひぜひ。ふわっちだけで、いや、あ、何言ってんの？俺、あれだよ。ふわっちだけで生活してんだよ、セフィゾーさん。あの、俺15万以上毎月もらってるよ。先月は22万ね。うん、いや、俺使ってない、使ってない。うん、今、配信1本で生活してる、俺は。俺、ふわっち来てから15万切ったことないよ。セフィゾーさん。今月がやたら厳しいだけで。なんでなんだろう。いやー、勇気いりますよ。知ってるよ。自分が一番勇気いるよ。大変ですよ。頑張らないと。ああ、いやー、まあ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 。うん、まあまあまあ。口座番号は公開してないね、俺は。うん。アイテムの方がいいじゃん、スキルしてて。うん。あのね、1月1日から俺は生活保護抜けてる。今月の。だからもう5ヶ月ぐらいもらってないですよ。昔生活保護、ホームレスになって生活保護ずっともらったの。おー、バレーよ、頑張ってね。いってらっしゃい。うん。ありがとう、来てくれて、仕事前に。ありがとう。頑張ってね。もう配信一本でだいぶ稼げるようになってるし。あれだよ、ちなみに言うと生活保護もらいながらバイトはちゃんとやってたからね。ホームレスになる前は、あの、自営業とか社長業とかやってたね、ずっと。経営してました。配信のプロありがとう。まあね、まあまあ生活保護っていうのは本来そのなんていうのかな、あのなんだろう、食えるようになったら抜ける制度だからさ。あくまで、そう、苦しいとき、日本国民だからって言って、同じ日本人で助け合おうよっていう制度だからさ。いや、もう受けたくないね。あの、友達と飯食いに行っても金がないとか言いたくないし、生活保護だからっていうのを言い訳だしさ。ガンガン稼いでみんなと楽しくお金を使いたいよ。ガンガン稼いで。今日おごるよとかさ、言えるようになってきたからだんだん。生活が配信でだいぶ豊かになってきたよ。
俺は生活保護もう受ける気はないよ。そうです彼女はね、昨日警察揉めて警察に突き出した。うん、もう彼女いない俺は。昨日までいたのは、昨日警察に突き出した俺は。昨日の放送を見たらわかります。もう存在します。フリーです僕は。おはよう、ポテマルさん。おはよう。配信ってどうやって見るんですか？いや、ふわっちのアプリ入ってるんだったら、俺のマイページっていうのをクリックしたら、うん、俺のページ見てもらえたら検索できるはずだけど、うん、ありがとう数合わせ、風船6個ありがとう、数合わせてありがとう。リスナーはどっか行っちゃったのかな。悲しいですね。昨日からずっと起きてるよ。まあ夜中起きたかね。夜中っつうか夜8時ぐらいに起きて、プロフィールとかマイページっていうのをプロフィールかな、俺のプロフィールから過去の放送見れるはずだけど、配信履歴っていうので、それはやり方は自分で検索してみて、な、動画は見れる。もしくは、あ、いいことあった、いいことあった、あのリュウホーデスマスさんさ、 YouTube は見るでしょ。俺の YouTube 登録すればいいんだよ。ちょっと待って、 YouTube に動画上がってるから、うん、ちょっと待って、試合で着る服買ってないよ。稼がないと、家賃も払えないんだから。ちょっと待って、これ登録すればいいよ。 YouTube のアカウント持ってるでしょ、みんな。みんな登録して、これ YouTube 力入れてるから。ちょっと待って、 これ登録して、うん、これ、ここであの放送には載せないオフレコとかも載せるから、よろしく。
お腹すいたな。半年ぐらいですね。スーヘイおはよう。スーヘイおはよう。腹減った。おお、風船100個ありがとう。ユスさん、風船100個ありがとう。朝ごはんはいつもと同じ肉豆腐だね。もう、炭水化物取れないから肉をひたすら食べてます。豚肉を、豆腐で煮て、それ食べます、今日も。楽なんだよ。もう、タレは漬け置きで、ずっと同じような調理法でいけるから。ね、なんつうの、漬け足し。今日も肉豆腐です、僕は。試合までずっと肉豆腐だろうね。あとで、オレンジジュースも買って、プロテインも飲むけど。卵は2つ取ってるね。1食で2つ取ってるから、1日4つ、5つぐらいは食べるね。卵は。一郎さんワード2、夏希さん初見さんいらっしゃい、楽しんでて。ルナさんいらっしゃい。俺7店舗潰してるよ配信中に飲み屋やってたんだよずっと。試合でね、チップは払えないっすね。だから放送でアイテムもらえるのが一番いいっす。チップもらえるなら。ワド頑張れよ、つって。試合勝てよ、って。ギャラは出ますよ。ギャラは出ますよ、試合で。だけど、試合まで1ヶ月先なんで。うん。携帯代はね、俺ね、実は安いの。プララっていうやつで、シムフリーのやつで、格安シムってやつで、3000円。これは携帯、これでデザリングで放送もやってるから、外配信の時は3000いくらで、家の回線を含めて1万5000円ぐらいかな。プロバイダー光通信でね、そんなもんだよ俺は。初見さんありがとうね、夏希ちゃんフォローしてね。和道です。試合はね、格闘技、配信者の格闘技イベントで、捨て頃っていうのを出ます。捨て頃。うん。捨て頃です。おはよう、みんみん。ふわっち登録してくれた？ありがとう。今後ともよろしくね。ツイキャスもうやめちゃったから。ペイ風船10個ありがとう。うん。勝つよ、大丈夫だよ。ありがとう。応援してね、みんな。え？嘘？プララのシム11月で終了って本当？え、本当に言ってるそれ。え？何それ？え、困るんだけど。本当に言ってる？
え、本当に言ってる？マジで言ってんの？え、そんなの聞いたことないけど。え、どこに書いてある？そんなの。え？どこで書いてあんの？うわ、ほんとだ！マジかよ！え？ほんとだ！え？どうすんの俺。え、どうすんの？いや、ありがとう。11月で終わりじゃん。へぇ。マジかよ。うわ、ほんとだわ。やば。うわ、マジか。ほんとだわ。やば。マジか。やっちは携帯代20万ほんとだろうね。やべえ。ほんとだ。どうすっかな。どうなんだろうね、だっさらね。うん。フォローありがとう、なつきちゃん。フォローありがとう。マジか、どうしよう。聞くわ。本当だったわ、ありがとう。いや、超いい情報だわ。やべえ、死活問題じゃん。どうしよう。フォローありがとうございます。やべえ、知らなかったわ。クララうまくいってなかったのか。マジか。150名さんいらっしゃい、おはよう。楽しんでて。うん、お疲れ。うん、お疲れ様です。おやすみなさい。2時間ぐらいだね。2時間も行ってないから、途中で雨降っちゃったから1時間半ぐらいで終わった。
彼女はもう昨日リスナーさん相談したんだけど、できてももう絶対放送で言わないっていうことを約束した。女絡みはもうトラブルの元だから、もう今後言わないよって、ごめんねって、その方がいいよってみんな言ってくれて。配信業ですよ、僕は。配信が仕事です。プロ配信者ですね。いや、儲かるっつっても、アルバイトするぐらいのお金ですけどね、言わない方がいいよ、だから女関係、もう新しい彼女のことも全部言わないっす、僕は。何もかも秘密にします、女性関係は。まあまあまあ、睡眠ももちろん寝てますよ、ちゃんと。だからもし彼女になりたい人いたら LINE で教えて。私はゾウの彼女になりたい。早起きじゃない、ずっと夜中から起きてるだけだよ。私立候補したいって言ってくれ、教えて俺に。はい、ワード2、アンさんいらっしゃい。おはよう、みんな。朝早いね。もう7時ぐらいだから、そろそろ起き始める時間だもんね、みんながね。おはよう。おはようございます。彼女できたらこっそり教えてね。絶対言わない。本当に誰にも言わない。俺のふわっちのアカウント爆破しようとしたから怒ったの。恋愛相談いつでもいいですよ、僕でよかったら。僕みたいなのでよかったら全然相談受け付けますよ。温泉の配信は実はね、今週やるんで楽しみにしててください。俺は年上が好きですね。年上としか付き合ったことが、一回だけ年下と付き合ったことありますけど。前科から何か学んだ？悪いことはしたらダメっていう。あと、悪いことは自覚なくても悪いことだからっていう。自己防衛をしないとダメだね。これ悪いことなんじゃないかなっていう。言い訳は通用しない。おはよう、ワタツ、バタフライテールいつもありがとう。ミリオンゴッドの日。ついたな。まあでも配信もうちょっとやって、もう1時間2時間やって、それでご飯食べて寝るよ今日は。10個上の30歳の男性、彼女のうちに告白されたんですけど、どういう心理で告白したんですかね。パコりたいんでしょ。順番が逆じゃん。本当にあなたのこと大事に思ってるんだったら、まず彼女と別れてきましたって。その上で付き合い、お付き合いしたいと思って、彼女と別れましたって言うべきだと思うよ。俺だったらそうする。本当ならね、その気持ちが。彼女いるんだけど好きですなんて、そんな甘いこと、ぬるいよ。
そんなのやりたいだけって言ってるようなもんだ。不幸、自分の好きな人を不幸にするようなことしないよ、男だったら。そんな都合のいいのに乗っからないよ、俺だったら。ジャニーさん、おはよう。今月ちょっと、まだ10日も経って3万円しか稼げてないんで、アイテム。もしよかったらアイテムください。お願いします。ちょっと今月、超やばいっす。プロ配信業、敗退しちゃいます。お願いします、アイテム。やばいっす、マジ。抱きたいって言われたでしょ？やりたいだけだよ、そんなの。な、付き合わなくていいんだよ。甘く見られてんだよ。舐められてんのね。あ、まだ住んでるよ。ローカルウェイブいらっしゃい。すがすがしいね。彼女がいるけど抱きたいって、うん、おめえのオナニーに付き合うつもりねえよって言ってやれよ。そんなの好きでもなんでもない、愛し合うとかそういう気じゃないんでしょ、相手は。人のことをバカにしてると思うよ、俺は。よくそんな失礼なこと言えるね。みんなもそう思わない？女性をバカにする発言でしょ、それは。セフレでいいと思うならいいかもしんないけど、そんなの幸せになれないよ。それは自分でもわかるでしょ。こんなの全然幸せになれないなって、うん、で自分が性欲満たされる道具になる、なるでいいんだったら俺はいいと思うけど、そういう女性も中にはいてもいいよ、やりまんお姉さんとしてさ。でもそんなの自分が自分のこと大事にできてないだけじゃん。俺は悲しいよ、うん、そういうのは。都合のいい女でしょ、完全に。そんなクズみたいなの付き合う必要ない。どんだけクズなんだって話でしょ。バカにしてるよ。バカにされてるんだよ。怒らないといけないところだよ、そこは。ふざけないでください。冒頭だけ昨日の動画、これはひでえって感じ。え、何が、何がこれはひでえの。何がこれはひでえなのか全然わかんないけど。初めて彼女に怒ったのね、うん、ポンさんの暴れっぷり、暴れっぷりはいつものことだから俺はどうでもいいんだけど、俺のアカウントを消そうとしたことだけは俺は許せねえ。
俺はそれだけは許せない。許すつもりがない。もう100年の恋も冷めたよ、正直言うと。考えられないよ。人が一番大切にしてるものだもん。俺は配信に全て捧げてきて、俺は今手にしてるものを配信で全部得たんだよ。俺から配信奪ったら何も残らないのは彼女は知ってるはずなんだよ。それをやるっていうことは俺を殺そうとしたのと一緒だよ。俺はそんな人と一緒になんかいられないよ。ゲルゲ。あ、加藤さん付き合うんじゃないのかな。わかんないけど。加藤さんとくっつくでしょ。俺はそう思ってるけど。お互い好きなんじゃないの、あれは。しちゃったっけな。年齢近いんだよね。俺ゲルゲとだけどね、付き合うどころか連絡先も知らないし、絡んだこともないし。まあさっきも言ったけど、あの配信者だろうがなんだろうが、俺は女性の問題を今後配信に載せることは一切ない。絶対にない。配信にも絶対映さないし、喋りもしないよ。もうやだ、揉めるのが。彼女を作らないとまでは言わないよ。そんな責任のない嘘みたいなことは言わないけど、無理だよ。ちゃんと配信のこと分かってて、あの配信にも出なくて秘密も守れるっていう人がから、まあ連絡が来るのを待ってるよ。和道と一回デートしてみたいよなっていう人がいればね、一回ちょっとデートしてみたいなって、プライベートで。まあ、そういう人がいるのかどうか分かんないけど、そんなの存在するのか。そうそう、めんどくさい、もう。絶対俺と付き合ってるって言わないっていう人ね。絶対秘密守れるっていう信用のある人とだけ付き合うよ。ランランさんフォローありがとう。そしたら LINE 公開してるわけだから LINE に連絡来るでしょ。初見さんいらっしゃい、フォローありがとう。その人を大切にするよ。俺みたいな人でもね、好きかもって思ってくれる人いるかもしれないから、それでいいじゃん。もうそれ以上は求めないよ俺は。いや別にメンヘラだとかそういうのはないよ俺は。あのなんつうの、元カノに関しては。そうじゃなくて、アカウントを削除しようとしたっていうことがどういうことかっていうのを考えてもらいたいのよ。俺が怒ってんのはただそこだけだから。それだけはやっちゃダメでしょっていうのは分かってるはずなんだよ、リスナーなんだから。それをやろうとしたっていうことはどういうことかって言ったら、俺とはもうお付き合いしませんって宣言してるようなもんだから。配信者を殺そうとしたんだよ。
人の配信者を。でしょ？俺が怒ってんのはそこだよ。まあでもそれで約束守んなかったら別れればいいだけだからさ。あ、この人とは無理だなってなるだけじゃん。あ、別に俺はメンヘラが嫌いとかそういうことはないから。よともの和骨、おはよう。おはようございます。本人的にはそこまでのつもりなかった。一回俺ニコ生引退した理由が彼女にコミュ爆破されてるのよ。もうこれ二回目だから。もうそんなつもりなかったなんか通用しないよ。俺は配信者だったらわかるはずなの、気持ちが。絶対やっちゃダメだろって。どんなに女性に対してっていう人もいるかもしれないけど、自分がされ、配信者で自分がされたら絶対腹立つはずだから。俺でも許せねえわって絶対言ってくれるよ、配信者だったら。それでもし、いや、お前が和道が悪いだろうっていうやつは配信者じゃないよ、はっきり言って。俺とは価値観が違いすぎる、それは。大丈夫だよ。私もされてやりづらく、何をされたの？喧嘩じゃなくて俺は激怒したね。俺は本気で怒ってる。なんであんなひどいことをしたのか。喧嘩じゃないよこれは。ああそうなんだ。ランランちゃんは放送配信者の？マオちゃんフォローありがとう。ありがとうね。よろしく。お付き合いしてることを配信で言う必要なんかそもそもないんだからさ。放送が楽しかったら見てくれるわけじゃん、みんな。俺が間違ってたんだよ。アカウントを爆破されそうになったのね。それで怒ったの。ふざけるなって。一番されちゃ困ることをされたのよ。でも2回目だったから、もう絶対しないって約束してたから、なんとか未遂で防いだけど。このふわっちのアカウント消されそうになったんだよ、俺。そんなの、もう無理だよ。もう一緒にいれない100年の恋も冷めたよ。俺のパソコンを勝手にいじって、俺のアカウントをログアウトじゃなくて、退会しようとした。そんな考えられない。グデタマさんおはよう。やっていいことと悪いことの許容範囲を完全に超えてるからね。完全に一線超えたでしょ。だから彼女は俺のこと好きじゃないんだよ。
そうそう、爆破っていうの、配信会では。コミュ爆破とかいうの。あ、そうなんだ、お帰り。ニコ生見てきたの。アメーン、ハレルヤ。キューちゃん牧師も長いもんな。ベテランだよね、ベテラン。超ベテランだよ。いや、好きすぎて、でも、俺は、それでも一線超えてると思ってるから。うん。好きすぎてでも、やっていいことと悪いことぐらい判別できるんだから、大人なんだから。明らかに、恋に、この人の、ムカついたからこの人の何かを破壊してやろうっていうのは見えてるわけだから。それはわかるでしょ。好きだからこそやっちゃいけないことがあるんだよ。それはもう俺との関係を破壊する以前の問題で、俺じゃなくてリスナーさんに敵意を向けてるんだから。でしょ？やりすぎ。どう考えてもやりすぎ。ツイッターに書いたんだけど、音楽から音を奪う行為、要は耳を壊されるようなこととか、画家からね、筆とか絵の具とか、描きかけのキャンパスとかの絵を壊されるとか。そういうことなんだよ、俺がされたのは。それはダメだよ。やっちゃいけないことなんだよ、それは。それがわからないんだったら、俺は付き合うことはできないよ。こんなにマスターいらっしゃい。別に普通にまともなことを言うと思うよ、うんうん、別になんか変な凝った思想を言ってるわけじゃなくて、普通に人としてやっちゃいけないことだと思うよ。人間としてね、みんな理解してくれると思うけど、特に変わったことを言ってるつもりはないよ俺は。うん、俺はほら家のパソコンずっとつけっぱで家出たりするから、彼女に鍵を渡してたから、彼女は家の中入ってきたら俺のパソコン起動すればさ、 Twitter、Facebook 何でもどのあれもできるわけじゃん、いじれるわけじゃん。今は何もされてないっていうことどういうこと？ん？今俺配信やってるよ、今配信中だよ。
いや、別れたもん。うん。もう警察に突き出したの、俺は。別れたよ、完全に。別れたどころかもう考えられないと思って警察に連れてった、そのまま。そっからもう連絡も取ってないから。わからないっすね。知らないっす、彼女のその子は。関心もないっす。もう僕とは他人になった人なんで。寝たいときに寝るよ。なんでお前に寝ろとか言われないといけないんだ。睡眠ぐらい自分で取るよ。キー、花ちゃんちゃんいらっしゃい。いつの話？昨日の話だよ。昨日の話。あ、聞いたよって、うん、いらっしゃい。フォローしてね、もしよかったら。うん、気をつける気をつける、ありがとう。おはようみんな、もしよかったら今月ちょっと厳しいんでアイテムお願いします。3万円しか稼げてなくて配信業が配信業がダメになるんで、少しでもいいんでアイテムお願いします。あ、フォローしてる、ありがとう。今月ほんと厳しいっす。お願いします。バーガー午後ありがとう。クミタン、バーガー午後ありがとう。サンキュー。助かります。悩むね。潜りから登場、潜ってたの。おはよう TK さん、おはようございます。風船ありがとう TK さん、風船ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。タコさん、ハート5個ありがとう。ありがとう、みんな。ありがとうございます。そうそうそう、俺は彼女のこと信じてたけど、彼女は俺のこと信じてなかったんだろうね、わかんないよ。人によって違うじゃん。全然。俺は
コンビ爆破さえなければ彼女の全てを許すつもりだったけど、しょうがないよ。やっちゃいけないことをやったんだから、そこまで器は大きくねえわ。おお、ドラゴンさん久しぶり、風船30個ありがとう。わからない未来のことは、謝ってきたとしてもその時決めるよ。俺は今怒ってるよ、とにかく今の気持ちとしては。謝ってきたらその時の気持ちで動く。俺は本当かどうか、本気かどうか、実際、そ、おお、ランランさんありがとう。ありがとう。花火ありがとう、ランランさん。森さん、バーガープレゼントありがとう。風船10個ありがとう。なんでなんだろう。それは俺にはわかんないから。彼女に聞いて。ヨッパーさん。てか、これ、プーチン？プーチンってこんな顔してたの？ありがとね、花火。助かります。配信業なんで、助かります、うん。ありがとう。共感してくれて。大好きな人にこんなひどいことされてショックだよ、俺は。大好きだった人にね。本当に冷めたから。本当に冷めた。うん、ないわ、と思って。あと、もう、その、今後お付き合いする人はこういう、ね、なんか、配信のことでごたごたしたくないから、恋愛は恋愛、配信は配信で切り分けようって思った。うん、どうしても配信者としての自分が、ね、入っちゃうんだろうね、介入してくるんだろうから。いや、それそうだよ。別にうじうじはしてないよ。女性はたくさんいるし。まあそうだろうね。じゃあ俺に配信やめろって言うんだったら、俺のことそれだけ養えるのか、養うだけじゃなくて俺のやりがいを奪ってそれを埋められることができるのかって言ったら絶対できないと思うよ。でしょ？そんなことはできないんだよ。俺の放送を一番応援してくれる人でありたかったから、俺の彼女になる人は。申し訳ないけど、価値が合わなかったとしか言いようがない、本当に。彼女が悪いわけじゃなくて、価値観が違うとしか言いようがないよ。俺は彼女のこと責めるつもりもない、うん。彼女にもいいところ、素晴らしいところいっぱいあったから。でしょ？だからもうこの話はやめようぜ。彼女を食わせようとは思わないけど、結婚じゃないから。まあ、飯をおごったりとかね、できることはするけど。うん、ああ、ありがとう。ランランちゃん、花火ありがとう。まあ、そうだろうね。昨日もね、リスナーさんにちょっと冗談で聞いたけど、俺のことを何点って聞いたら、女性の、ほぼ女性リスナーのほとんどの人が90点以上つけてくれたから、やっぱりモテるから、俺は。っていうか、もう見てる 99% ほぼ女性全員90点以上くれたから、うん、ありがたいよ。モテるんですよ。いやいや、それネタじゃないからね。結構俺のことを異性として見てるリスナーさん多いんだよ。和道さん素敵って。最高って。和道さんしかいないって思ってる人いっぱいいるんだよ。
爽やかさの塊だろうがよ。ふざけんじゃねえよ。わかんないって言ってみたい。わかんないって言ってみたいって、俺とベッドでね、一晩共に過ごしたいって意味だからね。ロハコ同士だってなんで俺に聞くの？ロハコさんに聞きなよ。ツイッターとかやってるでしょ。なんかあったの？ロハコさん。和藤さん好き？夏希ちゃん、じゃあ LINE 待ってるね。LINE 待ってるよ。俺の LINE プロフィールページに書いてあるからね。夏希ちゃん、ぜひ、会いに来て。LINE ちょうだい。そうそう、何を言っても信じてもらえないっていうことは疑ってるのよ。で、疑ってるのは相手がそう思ってるからだから、俺ではどうしようもないことなんだよ。俺がどうこうする問題じゃない。もう彼女自身の問題としか思えないから。いや、会いに来てほしいでしょ。俺のこと、こんなに可愛い女性が俺のこと好きって言ってくれるんだから。和藤さんの目が好きだ。ごめんね、目ん玉くり抜く勇気はないわ。可愛いじゃん。だからもし俺とお付き合いしてもいいなと思ってる女性とか、デートしたいなと思ってる女性は、俺に連絡ください。ネタじゃなくて本気でね。なんでもなんでもなくて。和藤さん嫌い。今すぐブラウザバックしろや。聞いてねえわ、お前の意見なんか。嫌いならなんで見んだよ。気持ち悪い。毎日スロットばっかりやってるに好き、やってるやつに好きとか言われたくねえわ。もう借金いくら作ってんだよ。300万も400万も1年でパチンコで、お前。借金作ってるバカと俺が付き合うわけねえだろ。行きたい？夏希ちゃん。本当に言ってんの？恋の予感だね。おはよう。和藤さん好き。よっちゃんいいか？ありがとう。ありがとう。おはよう。みんなおはよう。LINE でトツのコーナーやる？じゃあ今から LINE でトツのコーナーやります。いいね。 LINE でトツのコーナーやります。いい企画じゃん。 LINE でトツのコーナー、僕の LINE 公開してるんで、皆さん LINE かけてきてください。じゃあ、ランランちゃん花火ありがとう。じゃあ一回じゃああれか、タイトル変えるために落ちます。また次枠見に来てくれる人はフォロワーさん、フォローしてください。今日誕生祭じゃないよ。LINE 追加して、彼女募集とつまち。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。